育つ系うっかり YouTube 萌子チャンネル、あみともえです。おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。本日は122本目です。実はですね、あんまり人には言えないというか公にしたくない悩みがございまして、すごく困っているんですけれども、なぜかある方には相談したことがあって、たまたまなんかその楽屋でそういった話になったんですよね。別に誰かに言えないとか、その人が信用できてとか、そういうんじゃないんですけど、誰かに言えないというか、あんまり言いたくないんですけどね。でもすごく悩んでます。今私、自宅がですね、鉄筋コンクリートのマンションに住んでおります。で、別にその木造に住んだことも一度ありますし、7回引っ越してる話はしたかと思うんですが、だいたいそうですね、軽量鉄骨もありますけれども、ほぼ鉄筋コンクリートなんですが、もう言っちゃいましょう、騒音に悩まされております。でもずっと言いたくなかったりね、YouTube 撮ってる状況を聞いても思ったより静かじゃないかという感じなんですけれども、時間を選んで撮っています。で、引っ越しをしてずいぶん前なんですが、1週間以内にですね、管理会社さんの方に相談しまして、すぐに張り紙対応してくださったんですが、まあ引っ越したばっかりというので、苦情入れたら多分自分だってバレてしまうなっていうのもあって、ドキドキしてたんですが、あまり民度が悪いところに住んでいるとも思われたくないんですが、壁の材質がマンションのね、その階段とかそういった通路の、素材の問題かわからないんですが、すぐに剥がされてしまったんですね。で、ちゃんと、印刷したものをパウチしてくれまして、綺麗に貼られてたんですね。ガムテープとかセロテープでペタッて言うんじゃなくて、しっかり貼ってくださったんですが、剥がされて、共用の、ゴミというか、そういった例えばポスティングチラシを入れさせていただけるようなところに捨てられてたんですね。結構ショックでしたね。なんかそれなりに長く住んでいると、どんな人たちかも分かってしまうのでね、とてもとてもそういうふうには見えない感じなんですけれども、で、複数入居が可能な、物件なので、お一人でお住まいでないことを知ってはいるんですね。というのは、会釈したり、私は普通に挨拶をするんですが、まああんまりね、今時下手に超愛想よくしても気持ち悪がられたりしちゃうとか、難しい問題でね、そうなんですよ。で、多分別々の時間帯の生活をされているという、同性同士なんですけどね、困ってますなかなか相談ができなくてね。で、ね、まあその上か下か横かっていうのって実は分からなかったり、響き方もありますのでね、どこまで相談していいのやらというところで、一応我慢をしている状態です。ただ時間帯が朝方4時から7時という、まあ、できたら寝ていたい時間なんですね、一番ね、人間として普通の生活をしているとね。なので少し元気なかったり、私は別にこの声を張っても多分聞こえない程度で話しているのと、設備を一応ちゃんとしてるんですが、そのあたりでね、自分も良かれと思ってとか、あんまりやりたくないなっていうのがあって、おとなしく暮らしている次第です。まあでもノイローゼにならない程度にちょっと小出しして、どういう対策がいいかとかね、またたくさんの引っ越しをしているので、
せっかくなのでこういうところチェックしてから引っ越した方がいいよとか、たくさん引っ越すその理由がね、やっぱりもともと繊細なのかもしれない、過敏なのかもしれないんですよね。更新をしたくなくなってしまうという問題が起きたりとかもしますので、まあ、ただそういった経験を生かして何かいい情報がねお伝えできればなと思っております。ただこれ YouTube であんまりやりたくなくて、ライブ特権でライブ MC だけにしようかなって思ってた時期もあったぐらいでした。あの仲間も面白いって言ってくれた話のシリーズ、まあ、運転のシリーズと引っ越しのシリーズ、割とトークに厳しい先輩がいいって言ってくださったのでね、うまく広げられたらなというふうに思ってます。はい、ということで私の悩みなんですが、まあちょっとタイトルとかには伏せておきますので、お聞きいただきまして親身というかそこまで求めてないですが、もしこういったことあったらいいよ、こうしたらいいよっていう情報などありましたら教えていただければなと思います。またこちらもね、自分もそうだよっていうねコメントあったりしたら励まし合えればななんて思ってます。それではよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さらに他にコメントや高評価、積極的転載などもいただけましたらより嬉しく思います。いつもご視聴ありがとうございます。長くなってしまいましたが、122本目はずっと心に秘めていた悩みの一部でございました。よろしければ明日もまた聞いてください。いつもご視聴ありがとうございます。ではでは。ゆっくり休んでね。